ニコナイト。始まりました、はい、ニコナイト事件発生。コーヒーコーヒーコーヒーこぼれた シュールだな。いきなり飲み物こぼす。いきます。オッケーですね。はい、始まりました、はい、ニコナイト始まりました。はい、今日はナイトさんのコールから、うん、もうね、今すごい熱いね、痛い、手が痛い。あんなやつすごい手が痛い。痛いです、ね、うん、よし始めますか。今日はやろう、やりましょう。今日のね、題名はね、はい、自転車の後輪すごいくる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 って動いてるのを止めてみよう。止めてみようやってみる。結構危険な香りしますけどね、大丈夫ですかね。いや、そういうの自転車で遊びますか。自転車で遊ぶ、遊びますか。結構あのウィリーとか難しいですからね。ウィリーとかやってみる。やってみます。あ、いいねいいねいいね。やろうよ。俺の自転車じゃねえし。まあそうですね。でもね、俺チャリンコ好きなんだよね。ああ、自転車が好き。そう、俺結構チャリ運転するの多分うまいよ。マジですか。うん、見たい。見たいです。どれぐらい前ですか。俺多分できないですね。え、じゃあちょっとウィリーやろうよ。このやってます。この空間でやろう。この空間でやりますか。じゃあすいません、スタッフさん、奥のカメラに変えてもらっていいですか。奥、よし、行ってみますか。おーおーおー、任せて任せて。映ってる。映ってます映ってます。よし、そこら辺でウィリーすればバッチリ。大丈夫かな、これ。できます。いけるいける、いくよ。はい。危ない危ない。できた。できた。もうちょっとだと思いますよ。もうちょっと、もうちょっと、はい、オーケー。もうちょっとですかね。いくよ。はい、ちょっとね、俺よしよしよし。いちいちペダルが。できてねって書かれてますよ。で、次ジャックナイフでしょ。ジャックナイフですか。ジャックナイフでしょ。あれ。ジャックナイフね。ジャックナイフ。チェーンが外れた。チェーンが、チェーンが外れた。チェーン外れた。終了ですね。終了ですね。終了です。道路でやれよ。今スタッフさんが懸命にチェーンを直してます。はい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 。チェーン外れてる光景って小学生以来見てないですかね、多分。そうでしょ。ちょっとね、足怪我したけどね。大丈夫。もうちょっとね、広かったら。そうですね、これちょっと外で今度カメラ持ってってやりたいですよね。ね。あ、でもさっきのチャリ、後輪にあの立てやついてるけどさ。あー、そうですね、ハブついてますからね。それ使って、なんかできそうじゃん。なんかですか。うん、よし。使いますもんね、もう。使います、使います。使いますもんね。はい。そんな真顔しないでください。大丈夫です。壊したりしないですから。あ、全然もう壊れても OK です、はい、よーし。壊れても OK。 壊れても OK。 壁が壊れなければ。はい、大丈夫です。壁は壊さないようにします。壁壊したら大事件ですね、うん、はい、よーし。
息切れ切れ。いや、息切れますよ、そりゃ。まあまあまあ、大変ですけどね。このね、狭い中で、はい、ね、なんかこう、やるって難しいよね。難しいですね。そぼろかやりたいですね。うん。でもなんか自転車使ってホッピングみたいなね。ああ。そういうのとかできそうだしね。できますね。結構、はい、体力には自信が、はい、あるのかな。はい。そう。ね、あ、治った治った。治った治った治った。治った。よし。BMX とかだともっと面白いね。ね。とりあえず、はい、この自転車でまだもうちょっと他にもやってみようか。いろいろ。左の T シャツ袖変。うんそれちょっとビリビリだもんね。ちょっと絡まれ、さっき絡まれたんだよね、はい、大変な人になってるんで、はい、おしゃっていい、はい、よーし自転車企画やろう。よしやろう。奥でお願いします。いけます。いけそうかな。おっあっあっあっよし。あっジャックナイフ行こう。ジャックナイフ行こう。昔はね、ジャックナイフって何と思ってる人いるかもしれないですからね。ダッパーやばいっす。いや、やばいちょっと前の歯止めが効かないな。よしよっ、ダッパーダッパー楽しいな、自転車って楽しいですね。もうゲストはって書かれてますけど、今日はいません。ゲストは自転車。はい、自転車。レッツダッパーダッパー消えた。おっ、行って何がやりてんだよって書いてありますからね。え、何がやりたいか。はい、すごいウィリー、すごいウィリー、すごいウィリーがしたい。自転車やめた。自転車やめた。諦めましたか。諦めた。あっちへ。これ外でできればやっぱもっといろいろできますからね、うん、僕スケボー持ってまして。はい。あっ、自転車にはちょっと触れないでもらっていいですか。OK。 スケボーでいろいろできますからね僕。そうだよね、スケボーうまいもんね、はい、スケボーは。はい。ゆうじくん自転車の運転は。自転車は結構意外とできるかもしれない。自転車結構いろいろできる。意外とできるかもしれない。じゃあちょっとウィリーやってよ。やってみますか。ウィリーウィリーやってウィリーやってみますか。うん。やろう。やりますか。ああ、できるかな。なんかこれ重くないですかこれ。大丈夫。よし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 、行こう。行こう行こう。あ、これ線外れてる。また線外れてる。うっそだ。これペダルないとできないっすね。手外れてる。またなんだウィリー対決。おぼろチャリ。おぼろチャリ。ユージは成功させるよ。成功させるよ、ね、成功の前にね、チェーン外れてた。チェーン外れてできないっすね、うん、遠目からのこのカメラ結構シュールですね。なんかいやいいね。だってこっちも映ってますからね結構。ああ、いいじゃんいいじゃん。微妙に切れていく。自転車直してんのも映ってんですか。わっ、よし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 、シャシャシャ、やろう、やりましょう。ウィリー行こう。行きましょう。行こう。ほっ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 、そうほっほっ、せーの、ほっほっほっ。これ無理ですね。あー、これ難しい。これ俺今次イメージ湧いたからね。マジか、イメージ湧きました。イメージ湧いたからいけるよ。言います。いけるいける。これやりすぎてバターンってなろうともできないですから結構難しい。次はいける。ほーっ、おぉー、はい。よしそろそろこれ自転車開きました。え、自転車開けない、自転車。ほっ。これが自転車
リング諦めましょうもう行こうナイトやめようかやめましょう無理ですね本題入る、はい、本題入りましょういやクソ企画って書かれてますけどね、はい、クソ企画そうなんです僕らクソなんです、はい、クソなんですねほんと、はい、降臨止めてみよう降臨を止めてみよう降臨かちなみにどこで止める多分お尻が一番無難なんでしょうけど多分ズボン破れますよパーツの上からパンツの上からパンツからうんお尻で氷止め多分ですけどね汗やば、うん、多分ですけどお尻が大変なことになりますよパンツお尻で氷のあれ止め止める多分今日一日僕席座れなくなりそうです大変だなね、あの多分ですけど男の人は分かると思うんですけど中学校ぐらいの時にマウンテンバイクに行けって言っててふくらはぎのとこシューッとシューッになって血だらけになるっていうことは多分みんな良かったと思うんですけど、うん、あれ痛いですからね止めようマジですかちなみになんかフィギュア1個使ってみるどれぐらい威力があるのあフィギュア1個使ってみようっていや、なんかいらないものでいらないフィギュアいらないフィギュアでいらないフィギュアかもしくはいらない従業員の方誰か出してもらっていいかいらない従業員でしょいらないスタッフさん出してもらったらいやいらないスタッフさんいない人みたいですねね、はい、何で止めようかなんか分かりやすいものありますかねティッシュの箱とかでいいんじゃないですか。いやティッシュの箱で止めてみる。ティッシュの箱で止めてみます。まずじゃあティッシュの箱で止めようか。怖いよなこれ。おお、まあやりますか。あ、いいね、いいアングル、いいアングルではないけど。汚っ。そうだね。これをこうかな。ね、こうかなこれこれかなすっげー重い何これああブレーキがちょっと壊れちゃいました大丈夫ですかあ、本当だこれでよくなんか昔かき氷屋さんなんかやりましたよねちょっとガーってもっとうわこれやべえんじゃね？これは危ないですね。これやべえんじゃね？これはやべえやつですよ。これやべえんじゃね？軽くですよね今の。ちょっともう一回やろう。しっかりやった方がいいかもしれない。うん、いきまーす。いきなさい。これはやばい。これやばい。これはちょっとやばいんじゃない怪我するわこれ怪我するこれは危ないいやー、ね、これはちょっと危ないよ危ないですねこれすごいですねうんなんかこれ怪我するねこんなになってますもんねこれちょっと見づらいこれ危ないいやーやばいねこれ危ないですねゆうじくん、ケツいけるケツいけるこれはまずいでしょう怪我する番組じゃなかったねえほんとねじゃんいや、結構もうケツいけるなんだこれ、人事だもん、みんなこれ人事だから人事だからねいくらでも言うけどこれ勇気いりますよねえいや本当っすか俺は洗濯バサミよりマシいやでコメントが絶対洗濯バサミよりマシ
これは危険な香りがするな。それでも背中で止める？いや、背中はダメでしょ。あ、コメントでなんか書かれてるよ。有事にもできないことあるんだ、へえって。これ多分パンツビリビリになるんだろうな。それはそれでちょっと面白そう。いや、これ多分序盤でこんなんやったらもうこの後一切何も面白くないですからね。これだって鳥ですよ、これ確実に。いや、鳥かもしれん。でも、はい、俺はね、はい、もう今見たい。今見たい。要は今見たいのじゃ。えい、やろう。えい、お主、やれ。軽く行ってみます？軽く行ってみよう。ちょっとなんか一気にギュッてやったら、うん、多分死ぬんで、うん、ちょっとどんなもんか、ちょっとやろうやろう、行ってみます。やろうやろう、ちょっとやってみよう。危険な香りするな。それさ、ズボン破れちゃうからパンツになるよ。これ危険な香りがするな。いやー、今日ってなんかすごい面白いな。よっこいしょ。あー、よっこいしょ。これぐらいかな。もうちょっとこっちかな。大丈夫かな。大丈夫かな。よし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 、この辺かな、この辺かな。よし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 、はいはい、じゃあちょっと話してください。いきますよ、せーの。危ない、これ危ない。危ない、これ。あ、でもなんか、わかんない、わかんない。これなんかすごい危ない香りがする。行こう行こう。そうだよ。パンツ持って。いや、大丈夫。ちょっと、もう一回お願いします。行くよ。オッケー。もうちょっと離れて。もうちょっと離れて。危ないから。いいよ。あ、止められる。やめてやめて、ケツ映さないで。ケツ映さない。オーケー。ちょっとそれ映そうよ、それ。もうちょっとこっち。なんか血がついとる。黒くなってる。黒くなってる。内出血起こしとる。なにこれ。
黒くなってるし、タイヤの跡。オッケーオッケーオッケー、笑いすぎてマジ熱い。ほんとこれ、これ多分自転車が自転車だったらヤバかったっすね、もっと。嘘、もっといい。もっと良くなってるかもしれないねえ、はい、いや、いいじゃん、いいじゃん。いやすげえ。変な汗かいたわ。変な汗、変な汗かくわ。かいた、冷や汗が、冷や汗やばいっす、これ。次どこで止めようか。また止めるんすか。どう、脇で止めてみるとか。やめましょう。やめようか、これ、これ怪我するけど、やめようか。それは怪我しますね。もうちょっとお尻ヒリヒリすんな。いやけ、怪我チューって音しましょう。チューって、いや、した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 、変な音がした。うん、いやちょっと待って、今すげえ無茶ぶり来たよ。次、回ってる車輪に指入れる無茶とかやめてくださいよ。やりません。飛んできます。危ないですね。危ない、とうとうそこまで来ましたか。それは、いや、そこまで行ったら危ない。いやいや危ない。聞こえた、みんな、ちゃんとチューっていう音聞こえた、みんな聞こえましたか。ちょっと右側が、あ、聞こえた聞こえた、よかった。聞こえたの、聞こえたらよかったね。そうですね、よかった。いやこれ以上自転車で何がありますかね。自転車でできることなんだろうね。自転車でできることなんかありますかね。他何ができるだろう、自転車。このね、ちょっと限られたスペースっていうところもあるよね。まあそうなんですよね、うん、難しいな。え、じゃんけんで負けた方が一回自転車に引かれてみるとかどう。果たして引かれてみますか。引かれてみよう、やってみる。引かれてみますか。お腹の部分ちょっと引かれてみる。引かれてみますか。まああれですよね、要は段差を登る要領ですよね。そう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 、はい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 、はい。いや、ちょっとね、段差登るって言っても、あの真ん中のペダルのところで、そうなんですね。体持ってかれたらちょっと、痛いですよね。さすがに、いっちゃうよね。結構あれ、刺さりそうですよ。今度は股間で止めてみようっていう。いや、やめよう。やめましょう。やめよう。そいつは大変ですね。うん。まあそんな感じで一回CM入ります。はい、1ヶ月ぶりぐらいに、うん、ね、結構久しぶりですね。いや結構久しぶりにちょっといい感じだなと思って、はい、自転車使って何する、何しましょうかね。そうなんですよね。これが自転車壊してみます。いやだって自転車ね壊しても、まあまあそうですよね。自転車壊しても、うん、スタッフさんが、そうね、じゃあやっぱ引かれる、引かれますか。あばらやめよう。あばらは危ないですね、折れちゃうから。やっぱこの待って、この部分って言ってもちょっと破裂するんじゃない。いけるんじゃないですかね。いやいや、さっきゆうじくんケツ張ってくれたし、俺ちょっと頑張るよ。行ってみますか。俺頑張るよ。しゃ。あ、でもなんだかんだこれ当たるかな、これ。あ、当たんない、当たんないよ。前輪だけで。あ、前輪だけ行ってみます。映ってます？映ってます。ちょっとゆっくり来て、ゆっくり。はい。ゆっくり。ゆっくり行きます。ゆっくり来て。ここら辺ね、ここら辺。はい。
あ、怖い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 。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと痛い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 乗れない。アホちゃん今結構骨に行きました。いや、巻き込まれた。タイヤだって言うタイヤだって言うタイヤタイヤつくしょやめよう、引かれてみよう、引かれてみよう、禁止。これ危険ですね。危険危険、ダメダメ。これまだママチャレの方がいいですね。うん。いや、あと見せた方がいいんじゃないですか。いや、なってるし。これね、あんまりね、そんな目立たないの。ほら、赤いっすよ、これ。見えるかな。ちょっとライトで見えないな、これ近つかないと。見えるかな。あー、見づらいな、これ。ちょっと分かんないよね。分かりづらいな。あげんだよ。よし。いや、これ危ないですね、自転車。あとがなかったらもう一回。いやこれ危ないですね。見えない、もう一回。分かりづれーってホストって大変なんですね。大変ですね。そうなんですよ、ホストは。はい、大変です。もうみんなね、はい、ホストってこういうことやっちゃうからね。そうですね。もうプライベートでもバカなことやってる時ありますからね。嘘です。はい、嘘です。はい、いやー、ゆうじくんちょっと受けてみる、次。これですか。うん、行ってみます。ちょっと待って、目がマジじゃん、ゆうじくん。やめてよ、俺見る目が、俺見る目がマジだった。今だってすごい俺のことなんかゴミ、生ゴミを見るような目で俺のことを今見よって、やってみますって言いながら。いや、すごい今ひどかった、目が。そんなのですか。結構それ怖いやつじゃないですか。よーし、よし、やります。やりますか。やります。やりますか。やりましょう。やりますか。よーし。自転車に引かれるホスト見たことがない。まあ、見せてやろう。そうですよね。行こう。やろう。やりましょう。これどの辺なら見えるんですかね。この辺ですかね。見えますか。もうちょっと、こっち側。もうちょっと手前に。なんだかなんだかなんだか。ちょっと、ちょっと待ってね。そのままゆうじくん待っといて。ゆうじくん、ちょっと、そのまま待っといてよ。ゆうじくん、ちょっと、そのまま待っといてよ。怖いなこれ。大丈夫だよ、俺に任せろ。見してって書いてあるけど、あとついあとじゃなくて、ねえ、ゆうじくんさ、腹やばない、これ、こーこーれ、あるあるじゃん。もう大変なことになってますよ。うん、でも僕これでも体脂肪率 12%、3% ぐらいなんです。こんなに肉え、俺も多分 12%、3% ぐらい。まあですか。まあでも痩せてて 12%、3% だったらほとんど筋肉ないですか。いや、そんなことないの気がするんだけどね。僕昨日汗半端じゃねえし、ちょっと病院に行ってきて、あれなんですよ、僕あのたまにやっぱホストってバーッとサウナ行くじゃないですか。うんうんうん、うん、はい、なんかずっとあの陰部が痒くてですね。うん、もう別に誰とやるでもなく、うん、1ヶ月ぐらいもうなんかやんないから別に、うん、落ちてたんですよ。うん、まだ痒いから病院行ってきたんですよ。うんうん、
ケジラミ。インキンタムシかなって思って。インキンタムシかなと思って行ったら、まあ、ただの、汗もでした。そういう、はい、そういうあれだった。で、俺昨日、まあ、うん、デブネタなんですけど、うん、なんかデブって血圧高いって言うじゃないですか、うん、すっごいなんか最近デブデブ言われるから、うん、血圧も上がってきたんですよ、うん、そしたら僕上が100で下60なかったっす。それごめん、俺数値がよく分かんない。めちゃくちゃ低血圧でした。あ、なるほどね。じゃあ朝弱いね。そうなんですよ、うん、もう朝っぱらからいつもこんなことやってますけどね。週末は。じゃあさ、俺、はい、今日始まる前に、はい、ゆうじくんにいろいろと話しよったけどさ、はい、なんか今日は俺ゆうじくんになんかいろいろやってほしいの。なるほど。じゃけ自転車に乗って音楽を流すけどさ、はい、その音楽に合わせてちょっと自転車に乗ったままなんかやってよ。なるほど。っていう無茶ぶりね。なるほど。自転車に乗って音楽に合わせて何かをやってくださいっていう無茶ぶりね。それはもう僕がになると、うん、はい、僕ぐらいになるとまあそれぐらい、まあ三飯前ですかね。まあね、はい、そうでしょ、はい、じゃあ音楽を今からちょっと、はい、あの流すけさ、はい、それ選曲してくるけ、はい、ちょっとそれまでお願いしまーす。一番ひどいの書いてあった。メガネで食らうってどういうことっすか。確実にメガネ壊れるじゃないですか。いやーね、ほんといつもいつもまあこんな感じですけど、まあでも全然これぐらいならね、ホストみんなできるんでね、もうぜひともホストクラブに行く人はこんな無茶ぶりをいろんな人にしてみてください。僕はいつもこんなことをやってます。なるほど。振った以上ナイトさんもやるよね。まあまあ当然多分やってくれると思うんで。メガネ萌え言うて無理すんねん。結構ね、なんか一人だと寂しいですよね、ほんと。一人ぼっちですね、一人ぼっち。これ一人で番組とかやってる人もいるんですよね、ニコ生って。なんかでも一回なんか家とかで食べてみたとか、なんかいろいろやってみたいですけどね。ポーションを作ってみたみたいな、なんかさっきから枕ネタ多いな。ポーションを作ってみたとかやってみたいですね。ポーション結構見てる人います。ポーションを作ってみたとか。オッケーオッケー。じゃあゆうじくん、ちょっと自転車乗る準備しといてよ。店でもメガネ、うん、うん、家でもメガネ。365日メガネだよ。メガネ野郎だな、ほんと。メガネ野郎だよ。あー、よし、じゃあコメントを読み上げていきますか。はい、ナイトもやるよね。この自転車なんか変わってんな、なんかもっとかくユニフォームになる。いやー、ああそうなんです、僕短髪にしたんです。最近ちょっと夏なんでね、夏はやっぱり短髪やろうと。短髪楽ですよ、もうタオルドライで OK っていうね。あ、じゃあもうそろそろ準備できたのかな。じゃあ始めます。ミュージックスタート。音ちっちゃくないですか。はい、ちょっと、はい、ちょっとね、放送事故ですね。はい、枕しますか。枕何とる、美味しいの。ああ、全然カメラ向こうだったし。よし、オッケーですか。じゃあ行きますよ、はい、ミュージックスタート。Thank you.
こんな。ちょっとチューしてみようかなと思ったんですけど。あっつ。すいません、カメラ切り替えてください。あっつ。手は真っ黒。きついな。あ、顎吸ってなんか海が出てる。笑ってしもうた。笑ってしもうたな。自転車途中はちょっと難しかったな。あのね、怖かったな。コメントすごいいいコメント来とるよ。やった、これやった、ひどいわ。もう片方のケツも赤くするしかないわ。もうね、こんなのね、できるわけないですからね。痛い。いやー、今のはちょっとやってしまったね。そうですね。ちょっとね、ちさんもやっぱ言っといた方がいいんじゃないですかね。いや、ないとはいいよ。ないとはいい、いい、いい。いいよ、俺、そういうの。本当っすか？違うから。違うから、俺。いやー、見たい人。枕が見たいって言われたら。いや、誰もいない。誰もいないから。自転車と枕しますよ。絶対やんないよ。絶対やらないよ、俺。絶対やらない。いや、何がやるわけないやん。いや、俺さすがにやらない。あー、いや、同じ曲っていうところがもう俺ダメだもん。二人でヒゲダンスってめっちゃ普通すぎるでしょ。二人でヒゲダンスはちょっと普通すぎますね。まあほら、コメントでもあんまり見たくないっていうコメントの方が多いし。熱い。踊れないの。絶対やけどするやつじゃん。でまあ間違いなくやけどしますからね、これ。やんない、やんない、やんないね。そういえばさ、はい、俺ちょっと思ったんだけどさ、ゆうじくんって日の出じゃん、はい、日の出なんだっけ、テクパラ踊るじゃん、はい、ダンス踊れる。まあまあまあ踊れますよ。え、本当に踊れる。はい、まあまあ。え、俺ね、ちょっとリアルにあれ超見たい。マジで。え、踊るとこ超見たい。あれさ、真顔で踊らんといけんのでしょ、はい、そうです。どの DVD、 テクパラとかのさ DVD 見てもみんな真顔じゃん。真顔っす、真顔。もう真剣ですよ。もうお金かかってますからね。はい、大金が。え、見た見た見た、ガチで踊ってよ。え、ちょっと待って、じゃあ聞いてみよう。ユージくんのテクパラを、本気のテクパラを見たい人。そんなになんか、そんなにコメントが来ない。本気、いや超本気、超真顔、超真顔でテクパラ見たい人。これ絶対同じ人何人か書いてるでしょ。いや、ゾロ踊れないな。ゾロ見たい。そんなにね、いっぱい踊れるわけじゃないですからね。曲、一番踊らされるのは Show Me Love っていうやつ。 Show Me Love。 え、超見たい。俺ちょっと個人的に見たいんだよね。まあまあそうですよね、一部の人見る機会ないですね。ない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 。多分社長ぐらいじゃないですかね、やっぱ。おーおーおー、見てんのが。いや、今度見に行く全然。でもまずちょっとこれ、今のは違いますね。なんかボーカルが入ってる歌なんですけど、あの男の、どんな歌、どんな歌。Show me love、 テテ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 ってやつですね。なになに。なんともなんか言えない感じですよね、テクノと。待って、コメントで、つーか普通踊れるでしょ。踊れるの、みんな。マジか。
ナイトさんもやっぱ踊ってみた方がいいんじゃないですかね。え多分 OK やと思います。 OKOK、 じゃあ一回音消してもらって、じゃあカメラの前にあったやつだ、はい、行ってもらって、はい、もうちょっと後ろに下がって、この自転車くんをどけまして、そう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 、行こう、これね、じゃあ始めますよ。いいですか。始めますよ。これでもカメラで見れるんですかね。オッケー。ミュージックスタート。どこから。あ、じゃあね。ブラシが。オッケー。いやーすげえじゃん。え、教えてよそれ。これDVD 見てみんな練習してるんで。え、なんか俺隣で踊れそうな気してきたもんな今の見て。これ結構毎日踊るよ。これちょいちょいぐらいですかね。あ、他にも踊る人いるんで。え、ちなみに次に得意な歌はまだ行きます。いや俺隣で見ながら踊るよそういう感じですか。ね、まだ時間あるしいや分かった。じゃあ逆に何か聞こう。何か聞きますか。見たい人の人に踊り見たいかどうか。CM、まあ、とりあえず CM 入ります。はい。シュールだな。シャンパンコールはね、一人じゃさすがにできないですよね。よーし。ですね、シャンパン頼むと。あれ見てなかった今俺の踊り。あー CM だったか、ちくしょう。うわ、マジ決まったのに。あーもったいないわ。ふざけんなよ。うわふざけんな。すっげえ今渾身と出来だったのにな。これ DVD とか出れんじゃね。出れますね。いけんじゃね。 DVD うちで作りましょう。テクパラ、テクパラ、テクパラの DVD 作りましょう。 DVD を、うん、ねいいやテクパラの DVD、うん、はい、よし。まあこれちなみに踊るお店って今少ないですからね。うーん、テクノなんか少ないみたいね。昔は
結構あったみたいですけどね。なんかさ、俺もね、ホスト入った時ぐらいのイメージが、ホストのみんなテクパラが踊れるんだぐらいのイメージだったんだけど、俺ね、お店に入って、ちなみにうちのお店ももともとシャンパンダンスがあったの、はいはいはい、おー、でもあのちゃんとね、ダンスの先生とかも呼んで、へえ、そんなに本格的にやってたんですか。そう、でも何の踊りを踊りよったかっていうと、はい、俺結構もうなんかこう、こっち系、こっち系な、はい、こっち系な、はい、こっち系のやつ考えよったんだけど、全く系統が違った。ガチダンスですか。いや、いや、言いたくない。だって俺これ絶対言ったらやれって言われるもん。いや、でもちょっとだけでやってみたらいいじゃん。いや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 、あのね、ちょっとやめようと思った俺その時に。触りを触りを、だってさ、みんなさ真剣な顔で、はい、ホストがだよ、はい、ホストが、はい、まあ、例えば今の旬で言うと、はいはい、AKB の踊りとかをすごい習ってるわけ。なるほど。まあ AKB じゃないけどね、ちなみに。はい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 、まあジャニーズ系とかですかね。まあまあ、あのなんかちょっとそっち系の踊りを本気でみんななんか持って指先ピーンととかって言ってすげえ怒られた、はい、いや、そういうダンスは思い出があったけどね、はい、じゃあ、ゆうじ君、次の曲一緒に踊ろうか。なんだっけ。ミスターファングですか。ミスターファング、踊ろう。よっしゃ。あー、合ってるわ。え、これなんか、あー、なんかカメラが落ちた。あ、これじゃないっぽい。違う。あ、そう、これ、これ。オッケー、オッケー。ちょっと、はい、はい、登って。はい。でもなんか、テクノじゃない。はい、大丈夫です。ミックス、ありがとう。踊りつら、ありがとう、ゆうじくん。熱い。お疲れ様。お疲れ様さ。いやー、滑らかな動きだね。え、ほんと、あれ、なんだろう、このコメント。ナイトくん、てんてんてん。いやー、でもゆうじくんすごいね。なんすよ、これミックスが違うと全然わかんないですよね、これ。あった。いいな、なんかそういう踊り踊れるのっていいな。まあまあまあ、あんまり踊る機会そんな毎回毎回いっぱいあるわけじゃないですけどね、うん、これ店でやってんだよね。これは、はい、あのすごい汚い話言うと金額は10万円以上からなんですけど。10万円以上からからのおまけでついてきますよ的な感じですね。みんな真面目に練習してます、これは。いいなぁ、ゆうじくん、ちょっと評判いいじゃん。え、俺だって踊れるって言ったらなぁ。あった、まあ、これプラスなんかまあいろいろね、シャンパンコールやらね。俺モーニング娘。ぐらいしか踊れないからな。本当ですか。僕はあの最近ゲームセンターで踊るゲーム、わかります？ダンスエボリューションっていうの。うん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 、わかるよ。あれよくあの従業員と、まあ、罰ゲームでやるんですけど、もう罰ゲームでそれ踊りすぎて、俺もう何も恥ずかしくなくて結構踊れるようになりました、あれ。ゴールデンボンバーとか。ゴールデンボンバー踊れるの？踊れます、踊れます。いけます、いけます、黎明賞。じゃあ、ちょっとそれ踊りながらさ、覚えようよ、この番組。
つらいな。う、踊ってみたみたいな番組になってきてますからね。いいじゃん、踊ってみようよ。たまには。ちなみに予定は何か。めめしくて行こうよ。まあ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 、じゃあちょっと向こうからファーッと入ってきてよ。あの準備できたら BGM の音が消えるから。本当っすか。うん、いや、いいじゃんいいじゃん、ちょっと楽しくなってきたよ。あれですからね、あれ画面に映ったのを見ながら踊るからちょっと分かんない部分あるかもしれないですけどね。いや、いいよいいよいいよ、そこら辺アドリブ聞かせてくれたら。踊りのアドリブ。うん、じゃあやってみますか。お願いします。ミュージックスタート。
ユージいいぞいいぞユージユージダメだダメだ、ダメだ戻ろう。よかったよユージ君、スリッパガサッコどっか行った。いやユージ君よかったよ。いやすごい、やっぱユージ君暑いな。いやすごいよほらこのパチパチいや今日ユージ君あれだね、持ってったねやっぱ全部。いや感動だわすごいいいもの見れた今日。本当っすか。そうでもコメントが超怖いんだ。からのとか書かれてるし。いやユージ君すげえわ。熱い。これ踊ってる間どんなになってたんですかこれ。出ない踊ってる間の飲みおグループを知れた気がする。なんとこの最後に巻き返して。巻き返しますか。わ俺が踊れるもの。やっぱさっき言ってたやつですか。いや踊れるモームス。モームスレアレボリューション21。モームスだったらハッピーサマーウェディング。ハッピーサマーウェディングですか。いやハッピーサマーウェディングじゃねえな。あのビクトリー V のやつなんだっけ。なんすかそれ。皆さんわかります。ビクトリー V のやつ。あ、女のこのビクトリーだ。そう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 、そんなやつちょっとわかるくらいじゃん。絶対わかんない時間潰さないでってコメント来とるけど、あと3分だからね。3分。踊りたかった。3分全力で。くしょー、踊りたかった。ナイトさんのやめろーやめろーやめろーやめろ。俺はよしよしあー踊りたかった。ちくしょいやナイトさんのマルモとか見たかったな。あー踊ろっかな最後の最後で。踊っちゃおうかな踊ろうかな。マルモ踊りましょう。ちょっと音楽流してもらってもいいっすか。 OK です。ゴーガール恋のビクトリーそうそう恋のビクトリーだったらな。そうなの、踊れるのにな。熱いね。俺よし踊ろうかな。よし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 こうだよね。わかんないです、俺は。そんな感じですか。あ、じゃあ、そうそう、サビっすよ。一瞬でガッツン、引っ張れ、引っ張れ、ね、あ、引っ張れ。こうだ、こうだ、こうだ、こうだ。ちょっと、まだ、まだ続いてんの。行かないでしょ。あはは、ガッツン、引っ張れ、引っ張れ、ね、あ、目通れ。また見てねー。また見てねありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。